手が短くて届かないよ <laughs>。今日暑い。ね、これをみんなにお披露目しようと思って持ってきたよ。色、色が噂によると色が変わる。ドリンク。のカップ。こちらにキンキンに冷えたレモンソーダがあるので。 これはあのビタミン C が多分いっぱいのれる <laughs> と思いますでは早速やってみますいくよはい ああ変わってきた！あーすごいすごい <laughs> 変わりましたジョーンええやんええやんええやん。 あわあ酸っぱい衝撃で目がめっちゃ今一重になった <laughs> 今日から生誕くじが始まってちょっとだけの、ね、覗いてきたんですけどあのー、もう A 賞が出てましたねびっくりしました。 A C 当てたよって方いらっしゃいますか？め、ね、めっちゃ元気。うまうまうま。え酸っぱいの全然酸なんていうのレモン系の酸っぱさは大丈夫。梅干しとかは無理。わがままです。 夏に湯船は浸かりませんてか冬でも浸かりませんあ B 賞狙いさすが東海お疲れ様でした土曜日にお邪魔しましたということでありがとうございました来ていただいてまたお話ししましょうね名古屋グランパスエビブエ禁止になってそうなんだ頑張っちでしたお楽しみにしてて頑張っち なかちゃんは超元気うんこれはリップですしかもこのストローは付属じゃなくてあの洗うのがめんどくさそうだったので <laughs> 使い捨てのストローにしましたうめえでもみんなに昨日あんなにさなんかお財布と相談してねみたいなくじはほどほどにねって言ったんですけど なんと名古屋グランパスも明日からあの富士が始まるということでもう想定外でした私は結構7月か8月くらいに来ると思ってたんですよあのシャチの大祭典っていうイベントがあるのでそれに合わせて来るかなって思ってたらなんか全然全然全然来てびっくりしてますどうしましょう <laughs> どうしよう本当によ どううとはこう自制して <laughs> 自分をさ自分にちゃんと制限していきたいです本当にね <laughs> 想定外すぎてもうすぐ前半終わるね J2 はどうなんですか J2 はもう折り返しましたか J1 はね折り返したんですあの次の試合からが折り返しだと思うんですけど J3 はまだまだなんですよ次の29の試合とか302930 30の試合で前半シーズン終了なんので欲望に忠実じゃないと中ちゃんじゃないよねでも中ちゃんのちょっと散財計画を聞いてほしいんだけどあのー、とりあえず 近いうちにグランパス関連でその9時以外に1万くらい使う予定があるのねまあ何に使うかは伏せておきますけどで7月の頭にお洋服で2万弱使う予定があるのねもう普通にお金ないの。 だからもうダメなの <laughs> もうダメなのよ岐阜輸入も買わなかんねじゃあプラス2万だからもう本当に怒られてしまう <laughs> そうだから ほどほどがほどほどじゃないよみたいなね。そうそう怒られればいいさ。<laughs> うん。動物の森みたいにお金のなる木とかないですか。<laughs> ね。本当に計画的に皆さんも。 いうね話ですああ快適だねもうもう眠たくなってきたもうお風呂も上がってさ寝る準備万端だからさもう眠い <laughs> 今日はあのー、久しぶりにちょっとサッカーしてたんですけどなんか可愛いじゃあほっこりエピソードほっこりエピソードを聞いてほしいんだけど衣装はまだできてません 中坂さんは多分まだねそっち系できないような気がするのウィナーとかは二十歳からじゃなかったかなって思ったりしてますあいた栄賞当選者さんがおめでとう素晴らしい素晴らしいそうそう ブラブリッツ秋田がダークホースいや秋田はなんか強いイメージありますけどねおめでとうすごい見つけちゃいましたね今日のほっこりエピソードなんですけどあのー、<laughs> ほっこりエピソードなんですけどサッカーをしてたんですよ 公園でそしたら、あのー、小学生もサッカーをしてたの同じ公園でね。でまなんか小学生の子みんな上手だなって思いながらこう横で練習してたら小学生の子になんか <laughs> 誰と思われたのかそも誰にでもそういうことをしてくれるのかわかんないんですけど「お疲れ様です!」って言われて「お,お疲れ様です! <laughs>」 もうね、い,やいい子なんですよ絶対小学生の子があのー、多分そういうコーチとか監督からこう会った人には挨拶しなさいって教えてもらってるんだろうけどなんか初めての経験すぎて「なんかお疲れ様です」って言われて「あお疲れ様です」みたいななんかどういう反応していいか分かんなさすぎてマジで挙動だった。<laughs> みたいな。 絶対に怪しいものだと思われましたそうでも,もう明らかに下手くそなリフティングを今日ずっとやってたんですけどでも今日はあの長坂はちょんちょんリフティングとか太ももでしかリフティングができないんですけどあのずっと今日は1時間ちょいインステップのリフティングの練習をしてたらちょっとだけできるようになりました。 4回くらい <laughs> えそう気分は全然悪くないしむしろなんな,んならうれしくてなんかほっこりしたんですけど <laughs> あの初めての経験すぎてマジ戸惑っちゃったよね1時間くらいやってたなんか空気入れが壊れちゃったからまず空気入れを走って買いに行って。 その後ずーっと空気入れてからインステップのリフティングをやってました4回 <laughs> 走ったなんか恥ずかしいん、まあ、ギリギリ中学生に見間違えられたと信じてあのめっちゃ走ったんですけどあの <laughs> 体操服みたいな服でねあの 普通にさサッカーの練習しに行くだけだからと思って体操服みたいな服で練習してたらその空気入れが壊れてたからあ空気入れ買いに行かなかんと思ってそのまま行ったんだけどこうよくよくこう窓とかに反射する自分の服を見てびっくりしたんですけどマジで体操服みたいな服着ててギリギリ中学生に見間違えられて若い子が頑張ってやるなって思われたかなみたいなって信じてる。 ほんとに恥ずかしいそう, <laughs> そうそうそう式級ではやってないんですでも足だけ刺されてて右足だけしかもかゆいとってもかゆいわ なんで高校生じゃないいやパッと見マジ JC だった <laughs> 長ズボンだよ長ズボンに半袖だったのに上は全く刺されず足だけ刺されましたそ <laughs> う号はお疲れチューペットの半分冷凍庫で」 交換する時どうしてるもうそのまま、ままま折ったまま入れます <laughs> そう代表ユにねなんかあの、スポーツセンターとかスポーツセンターって間違うからスポーツショップ何ていうんですかそういうとこ行くと予約販売始まってるらしくて早ってなりました45早ですね。 なかちゃんの家の家周りはかかがおすぎじゃゃなないなかちゃんだって森の中に住んでるからしゃあないしゃあない A 賞のペンライトケース何本入りますか安心してください3本入りますぴったり3本入りますこんばんちゃーんそうフットサル用はあんまり弾まないからリフティングしやすいあ、そうなの459とか 4号球のフットサルボールでリフティングしたことあるけど5号球の方がやりやすいでもマジで弾むんですよあのチョンチョンはもう本当に足元でやってるだけだから超簡単なんですけどなんかインステップは力を間違えるとブヨーンって飛んでっちゃうんですよそれで全然続かないのでなんか難しいなって思いましたそうそう3本では足りません <laughs> 3本しか入りませんよちきちゃんのチケットで8888 88でしたねそうなの今日配信してましたよねちょっと見れなかったけどいいねなんかイサイドとか使わないのあ使わないですまずはやっぱこう あの小学生も周りの小学生もみんなこうインステップでリフティングをしてたからまずはやっぱインステップのリフティングがドドドドド基礎だからそっから始めようと思ってもうそこをの練習を今日ずっとやってたのそしたらなんか四回しかできなかったでも四回も結構成長ですよもうずっと一回しかできなかったから一時間ちょいやって四回素晴らしいなんか普通に小学生と一緒にはしないでほしいだってもう私は小学生からもう 7年も経ってておばちゃんですから同じそのスピードで技術は吸収できません <laughs> そう生誕ボール持ってきてたんだけどねなんかツーショットとかだったら飾ろうかなって思ったんですけど特快だったのでや <laughs> めちゃいました。 ゴゴルルルフフフクラブでゴルフボールのリフティングですかちょっと聞いたことなさすぎて何か新しい8期生のライブ詳細を見て9期の9周年ライブは9999 99になるのかなと思ったり逆に9をひっくり返して6666 66でやりましょうあそれ百999円でやりましょうって <laughs> 押しておきますね ながちゃんは可愛いなあということで、ありがとうございます。そうそう。今日、はどこの靴でやったんだろう、あれ。どこの靴だろう。うん。なんかキックの練習はしてたんだけど。なんか。 一人でなんか犬みたいになっててだから一人でボール蹴ってそのボールを追いかけ回してる自分がなんかすごい恥ずかしくなったので聞くの練習はやめました <laughs> 壁紙を全部保存中です。 でも壁紙も結構凝ったつもりです缶バッチたくさんつけて中坂バッグにするってことねそうですよあのー、SC 儀さんに売ってる推し活バッグなどにもうたくさん敷き詰めて中坂推し活バッグを作ってくださいリフティングでもボール転がっていかない あ、でもそんなにはちゃめちゃなリフティングはしてないですたた、た多分 <laughs> そう壁当てとかできるとこあるといいのにねでもなんか今は結構騒音とかがあるのであんま壁当てとかもなんかできない場所が増えてるらしいですよ <laughs> そうそう クマが出ましたって壁紙のクマってどれだろうあクマねはい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 、はい、あれすごいよね <laughs> そうそうサッカーボールが欲しくなってきたえかわいい意外とホームセンターとかそういうスポーツショップみたいな 行くと安く売ってたりしますよね。私があの普段練習してるの用で使ってるボールは千円でした。<laughs> やるのと見るのどっちが楽しい？中坂さんは結構断然やる方が好きなんですけど、やっと見る魅力も分かってきて大人になったなと思います。 トヨスタの裏の芝生は行ったことあるけどねサッカーはしたことないな一人でそれ勇気はないですトヨスタで <laughs> 早くお酒解禁になって生ビール飲みながら応援したいですかなんかビールの魅力は中坂さんわかんないんですけどあんまり美味しそうだなってまだそのお酒飲みたいなとは思うけどビール飲みたいなとはならないんですけどあのお酒を飲みながらスタジアムで観戦はしてみたいです早くとっても早く。 二十歳になりたくないっていう気持ちもめっちゃあるのでなんかはい <laughs> D ショのキーホルダーはいつも一緒にいさせてくださいスタグルおいしいですかスタグルおいしいですよでも中坂さんはあんま買わない人ではないですけど <laughs>。 見送りのセレモニー部が遅くなって出れるようになったねということ確かにそうですね昨日はルカさん以外は出れたのですごい嬉しかったです見送ることができて飲飲みみ会会やろう吸気飲み会したいねでもなんかあの休、ー、憩座談会の時に夏になんか なんか計画するからじゃあ乗ってきてよって言ったはずなので私があの乗ってもらおうと思います10のくらいの変わる抵抗抵抗しかないですけどでも普通に19も嫌だもう完全に JK じゃないじゃん あ、そうタコパンの時ですこんばんちゃん <laughs> そうみんなは今日何してたんだい今日月曜日じゃんね やはり17歳が最強ですねもう一回高校に入学すればいいあいいですかなぜそんなに嫌なのかわからんやっぱ気持ちだよ気持ちこう今 JK を見るとあ「JK や」ってなるもんう逆にすっきりするかなこう変に10代だからもやもやしてるのかもしれないですねお仕事でした暑くて冷房の部屋にいましたいいですね お仕事です仕事だよ仕仕仕事事事ですお仕事仕事してライブ行ってコンカフェ忙しいな <laughs> お仕事頑張ったよ行く公演が中止になりました <laughs> そうね中止ねびっくりだったと思うんですけどまあ皆さんまあ多分もしかしたらのレの例に行かれた方はなんとなく知ってるよっていう方も多かったかもしれないんですけどあの結構メンバーの中でも体調不良が 多いのでまあねこうね皆さんに映しても悪いですしこれからサマーツアーとかも意外ともう7月の頭とかにありますから S はないんですけど <laughs> あるからあのそこでまた広がってもあれなので多分皆さんにはすごく申し訳ないんですけど。 あの賢明な判断だったのではないかなと思います皆さんも気をつけてくださいみーちゃんはうーんなんか自分でも結構びっくりするぐらいに元気 <laughs> あのねそうね卒業公演もありますもんねそうだそうだ 中坂さんは結構今毎日 R1 を飲んでるあのー、こう身の危険を感じたらというかこう流行り始めたら <laughs> 身の回りで、あのー、風が流行り始めたら R1 を始めるんですけど本当に結構すごいです。免疫力爆上がっちゃう ワイセもいいですねそうそうあ、これくろみちゃんのパジャマなんですけど下がびっくりするぐらい短いくてかわちいいあ糖質カットのやつ飲んでますでもそうだよね気をつけますありがとう そうそう。高まりしてる。高まり方モードです。ピカチュウも元気ですよ。杏もパジャマ配信だった。もうおねんねの時間だからね。こ <laughs> んばんは。そう。ね。確かにちまちゃんとルカさんとハトゴンさんの。 業公はねね無事に開催されるとといいいなと思います、ね、ジンベに見える本当に皆さんぜひ赤ドレンさんにジンベ売ってるのでゲットしてみてくださいウンク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 やることは終わったのえ全然終わってないでも今日はもうなんか眠すぎて眠い 語彙力なくなるくらい眠いからうん一回寝ようかなで多分起きたらね6時とかなんですよまあ一回寝るのもありですよね明日もお休みになったし <laughs> 昨日も早く寝た昨日は珍しく3時とかまで起きてたあ嘘ソ3時は嘘。ソ2時。 そうそう。あ、車中さん行ってメッセージ書いてきました。ありがとう。そう、私もうね起きられないの。そのこの時間に寝たらもう起きられないよね。絶対に。 最近寝落ちしてますわ、ね、かるでもなんか寝落ちから目覚めた時の絶望感ってやばくないですか私だけはわやったわっていうわかりますこの気持ちてかヘアオイル塗り忘れたから髪パッサパサ最近なんか中坂あんまなかったんですけど枝毛がすごすぎてびっくりした昨日帰ってから10時間くらい寝てた 10時間は結構寝たねでもみえもよくそんくらい寝るうんあそうロードモバイルね八期の皆さんがやってて応援してます横で。 今日もう21時からやろうかなって思ってたんですけどはちきーちゃんのパチパチパッチがあったので今日は遅めにしてみました長く寝れるのも若いうちやで寝落ちしてみかん髄見逃した「ラーキーポー」しましょう寝すぎて起きた時だるくないっすかえ分かりますなんかもう起きたくないしなんか起き上がると頭痛いしみたいな。 そうねマジで絶望の朝迎えるよね毎日炎の3回寝落ちしたってメールが来ますいいですねユーロのダイジェストとか見てるえ全然見てないユーロね全然終えてないよ本当にびっくりするぐらい終えてないなんかすごい忙しい <laughs> 忙しいってかやることがいっぱいあるので 本当にバ,ッタバ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 タって感じですそうそうボディーワイルドって何ですかはい横で応援してます えー、パチパチパチ行きたいんだけど行けるかな一宮だもんね一宮行きたい <laughs> 椅子で寝落ちすると腰がバッキバキになる待って椅子で寝落ちはしたことないかなけなんか座って寝れない人なのもうなんかバスとかで寝ると本当に体バキバキになっちゃうから寝れないんだけど 気づいたらももう床に張ってるもんね <laughs> すごいそれは絶対痛いたい「せちもなか本店で長坂グッズ見てきました」ってことありがとうそう「タスクは4つからさらに減りましたか?こう」あの昨日終わってからも頑張ったんですけどおわ減らなかったので今から今日中に1つは終わらせたいなって思ってますはい。 そうクロアチア見たクロアチア見たすぎるよクロアチアってさあのクロアチアチですよねワールドカップの時にえあのモドリッチ選手がいるところじゃないんですか

起きてられないし、起きられないし。もう。叫びたいよ、私は。毎日眠たいんだーって <laughs> そう。私はけ、基本的にその夜更かしを。 極力ししたくなない人なの、まあ、ししてる時もあったなんかあの頃は若かったなって思いますけどもう今の中坂の心情といたしましてはもうどんな仕事のあとも極力起き,てられ起きていたくないわけよ <laughs> すぐに寝たいわけだからもうねそのどんな仕事の後でもなんか今日は何かがない限りは起きてないです 朝目覚めてスッキリしてるしてない夜更かしのイメージしかないんですよ。えマジ最近本当にショールーム終わったら結構秒で寝てるよなんか昔ほど夜更かしはしてないなんか前まで高校生まではなんか全然3時とかにあーもうガチで寝なきゃいけないなみたいな。 ほんとにそろそろ自分寝ろよって思いながら生きてたけどもう3時まで起きてられる想定がない <laughs> なんか普通に「え無理無理」みたいなほんとだね今日五郎さんいっぱい <laughs>。 のび太くんは3秒で寝れるのすっごっコナンの映画いいね「愛してるよ」って叫んできましたいいですね「愛してるー」<laughs> そうそうなかちゃんが元気そうでよかったですなかちゃんはもうめっちゃ元気超絶元気なので皆さん安心してください 何度早く寝てってっコメントしたかそれのなんか逆に今はこうやることに追われてるのにやることをせずに寝てしまうくらいに眠たいの毎日 <laughs> えこれどないよ本当にどないどないすぎるまあ明日はゆっくり寝ようと思うので今日は頑張って夜更かしようかな でも最近本当にね寝られ寝ない寝,寝,寝起きちゃう時あるなんか最近めっちゃ寝た日って何時までかなって振り返るんですけどマックス9時前やばくない健康的すぎるよね そうだから早く寝ましょうみんなみんなであの早寝早起き習慣を作ろうあじゃあみんなで寝た時間共有する今日は何時に寝たよみたいなそういえば今日は美味しいあのどら焼き屋さんを見つけたの。 マジで美味しかったどら焼き美味しいねあまだ会社なんですかお疲れ様です毎日朝配信すれば毎日朝配信、まあ、それも要検討ですよね <laughs> そう永ちゃんに早く寝ろって言われる日がくれた。 オールする体力なくなってて泣けるそれは泣ける <laughs> えなんかあの亜美ちゃんとアザーズとユニバに行った時に夜中の2時とか3時とかまで <laughs> あのそのまあ アミちゃんとあずあずとそのユニバに行く行った日にの2時とか3時とかまであのー、どこに行くか <laughs> 話し合ってたのに話し合ったんですよだからもう寝たのが3時とか3時半とかだったわけそうなのにその日の集合時間は6時とかだったのねだから絶対に全員全然寝てないのに <laughs> 集まったからすすごくないですかでもその日もうみんなほぼ1時間とかしか寝てないみたいなだからすごかったの本当にもう待ち時間がすごくて待ち時間でみんなで寝てた立ちながらなんかで私はなんかそういう楽しみな日とかって なんか意外と寝ななくてても生きていける日な人なんですよ例えば、まあ、同じ話の引き合いに出せる話しか分かんないですけどあのあの例えば新潟に遠征に行った時とか金沢に遠征に行った時とか小田原行った時も確か前日が公演だったの。でなのに結構バリバリのデイゲームだったからもうほぼ始発で行ったんですけど。 あのねすごかったよ。這いすぎてなんか全然眠たくないのサッカー行って見てる時はね全然眠くないし電車の中とかも眠くなくて家に着いた瞬間に本当に電源が切れます私はプツンと。だからこれが若さだなと思いました。ということでえ50分になったらしいので終わりたいと思います。皆さん今日も 配信見てくれてありがとうございました俺のバブが今日も中ちゃんの話してた嬉しいくるみんはでも昨日結構あーやとずっと一緒にいたのでやきち焼いてました終わりますみんな今日も見てくれてありがとうなんかほぼほぼ自分の話しかしてなくてごめんねじゃあ明日は明日はちょっとまた明日の話後でするわ そう。ああ、めっちゃ揺れちゃった。終わります。 ええ中坂パジャマさんハートひよこさんオンプ中坂パジャマさんハートカッパさんオンプカップヌードルウサギさんオンプ中坂パジャマさんハートサヤさんハート中坂パジャマさんハートサッカーボーイさんサッカーボーヤさんオンプ中坂パジャマさんハートハートシルルルンさんオンプ中坂パジャマさんハートシルルルンさんラッパラッパマイク猫さんラッパええ中坂パジャマさんハート白のほにョホニョさんハートシルルルルルンさんオンプええ 黄色の巨人さんハート、メガネさんハート、中坂ポジマさんハート、アイドルみたいな可愛いアバターさんだるま、えクロミちゃんさんハートハート、えー、パンダさんハート、ウーバー猫さんハート、 メガネさん、音符、クるミちゃんさん、タララの音符、ハート、ハート、猫さんハ、ハート、ハート、ハート、バイク猫さん、ラッパ、えー、ハンバーガー、ハムハムさん、お花束、トバ、メガネさん、お花、グ、え、デー、タマさん、ハート、ハート、ハート、クロミちゃんさん、ハート、タキードさん、紫のだるま、ハート、サッカーラスカルさん、音符、モフモフさん、音符、タララの音符、えー、ブーブグーグーさん、ハート、ピピヘピさん、可愛い,いブドウ、プチプチさん、ハート、白のホニホニさん、ハート、えー、チカさん、ハート、メガネさん、お花、サイリウムシャンシャンさん、えー ラッパ <laughs>、えー、ウニずしさんおんぷシャンサイリュムシャンシャンさんラッパ、えー、ウニずしさんおんぷ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 ストロベリーニャンコマカロンさんおんぷえ猫、ー、さん黒猫さんハートサイリュムシャンシャンさんおんぷワンワンさん可愛い,い結婚して可愛い,い え、白のほにほにさん、ハート、トいトイサギさん、ハート、クるみちゃんさん、ハート、三色団子さん、オンプー。トトイサギさん、ハート、もほもさん、オンプピンクのアザラシさん、オンプ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 メガネさん、レインボー。ルルネコさん、ハート。え、エゴさん、オンプー。オンプー。トトイサギさん、ハート。シルルルゃル。ゃャ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 ゃえ、シャーさん、オンプー。うにずしさん、こばん カワチオンプーメガネさん,コーチ音符眼鏡さんハート白猫さんオンプうなぎギウサギさんだるまハムスターさんラッパートマトさんオンプシャアさんオンプトートイサギさんハートバイクの子さんオンプーブドプチプチさんカラ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 フルライダーカラフルペンライト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 ウニずしさん結婚してシノノフフニオさんハート 12周年のあばさんオンプ、ブドウプチプチさんオンプ、バレンタイン中坂さん結婚して、ブドウプチプチさんだるびっくりワンワンさんハート、バレンタイン中坂さんオンプ、トトイサギさんオンプ、黒猫ネコさんハート、シャコウキドグーさんレインボー、クロミちゃんさんオンプ、ガロウさんレインボー、メイドメロさんオンプ、オンプ、ルルネコさんオンプ、ガロウさんオンプ、メイドメロさんオンプ、オンプ、白のクマさんオンプ、白のほにほにさんハート、ズンダマさんハ えー、もほもさん、おんぷ自転車ラスカルさん、ラッパ白のほにほにさん、ハートガロウさん、ハートネギネギさん、おんぷメガネさん、ハート。ストロベリーニャンコマカロウさん、ハートパンダさん、ハートガロウさん、ハート白のクマさん、ラッパー。自転車ラスカルさん、おんぷー。シュルルルルンさん、可愛いいガロウさん、ハートルルンネコさん、結婚して。ピピさん、たラんのおんぷー。ぶどうぶちぶちさん、おんぷー。シルルルルルルンさん、結婚して。 ガロウさん、ハート、オーモシア、ライフ。えガロウさん、ハート、トイプードルさん、コバン、ブドウプチプチさん、ハート、ルルン、ネコさん、お花、ブブ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 ブググさん、ハート、自転車ラスカルさん、ハート、シルルルンさん、オンプー、ブブブググさん、えー、ハート、トイプードルさん、トラウン、オンプ、シルルルンさん、オンプー、オンプー、オンプー、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さん、本当にたくさん、今日もありがとうございます。イェーイ、ありがとう。 ということで皆さん今日もたくさんのギフトありがとうございます。黒すぎて驚きましただって。わあ、正直でよろしいわ。<laughs> ということで今日も本当に改めてたくさんありがとうございます。では続きましてランキング読みたいと思います。今日の中身73位は「まるまる猫のアバターのモスさんです。ありがとうございます。イェーイ おめにゃん <laughs> では続きまして20位から読みたいと思いますいきますせーのすげーさんすげーさんもう一回いきますせーのすげーさんマンセルさんタクタクさん,んパンパカさんお父さんさんミズさん北海道のくまぽんさんありがとうございますいえーいありがとうございます イエーイということで今日の20位から13位の皆さんありがとうございまーす続きまして12位から読みます12位けんじさんありがとうございますバレンタイン赤坂キュンキュン <laughs> 12位スーパードライさんあ,ありがとうございますバイクネコボーボンボンボンボモモボボボボボ11位の木柄さんありがとうございますもふモフモフモフ。 10位真っ子さんありがとうございますずっと見てて9位まいなさんあ,ありがとうございますおかえりなさいませご主人さま8位ジゴロさんあ,ありがとうございますハムスターカリ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 ,カリ,カリー7位ト富チさんあ,ありがとうございますル,ルンルン猫コルン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 6位エチゴパワーさんあ,ありがとうございますぶどうプチプチ プチプチーえー、5位、和弘さん、ありがとうございます。ガロウさん、ガロウさん、ガロウさん。4位、劇場ゴリラさん、ありがとうございます。うほう、うほう、うほう、うほうほ。3位、竹さん、ありがとうございます。シャコドグドグー、ドグー、ドグー、ドグー。

明日の目標は爪を切ることですもうめっちゃ伸びてるのでこの長さの半分くらいまで切りたいと思います。ということで皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました。えー、明日はですねあの18時半から配信しようかなと思っているのでよかったら18時半から遊びに来てください待ってます。明日はねいっぱい長めに配信しますので。 見に来ちゃいしましょう待ってますそれでは終わりたいと思います、えー、今日の3連単は3247わあ惜しいということで、えー、3740盛り上がりありがとうございましたまた明日も見てねせーのバイちゃんじゃんけんぽんあっち向いて ほい今日の合言葉は6二2 4バイバーイバイバーイみんな早く寝るんだよ私も寝るよーおやすみなさいバイバイ。